釣りハードモードの皆様、こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はね、8の字結び、基本的なね結びの一つで、覚えておくとね、枝巣につけたりですね、竿先につけたり、延べ竿なんですけどつけたりですね、父輪を作ったりね、いろんなものにね、使えるんで非常に便利な結びです。結び方ね、何種類もあるんで、それをね、簡単ではありますがね、ご紹介させていただきたいと思います。何種類か、ね、ご紹介させていただきたいと思います。まずね、一番ね基本的な昆布結びと呼ばれるね、糸に昆布を作る時のね結び方、ご紹介しようかなと思います。じゃあね、早速ね、やらさせていただきましょう。ちょっと見やすいようにね、黄色のねライン使わさせていただきますね。まずね、この糸の途中に昆布を作るんですが、普通にね、片結びで作ってしまうと、これ片結びね、片結びで作ってギュッと縛ると、このね角度がこういう感じになってね、チューリップの葉っぱみたいにこういう感じになりやすいんで、それをね8の字で結ぶと、結び昆布がね逆転してね、左右逆転して結ばれるんで、まっすぐになります。今の結び込みに対して8の字結びで結びでね、見ましょう。まずね、ラインを下、本線、これ本線ね、本線下に当てがってください。当てがったら、こう当てがったら、このね輪っかができたのをひねります。ひねったら、このひねったものをね、ラインの上から、このね先と上から中に入れます。輪っかの中に。そうするとここでね、8の字1回巻きっていうのができるんですが、こういうふうにね、でこうギューッと縛っていくと、左右ね逆方向に結び目ができますんで、ラインがね結ばれた時にまっすぐになります。こういうふうに、まあ先ほどちょっと切っちゃったんですが、隣に、ね、作っておきましょう。片結びだと、極端にですね、こういう感じ。8の字結びだとまっすぐになります。このね、結び方なんですが、今やったようにね、の結び方の他に、結び方が非常にいろいろありましてですね、こう輪っかをこう作って、指をねくるっと一回入れて、でこの先とつまんで、で引っ張るというねやり方もあります。結び方は同じなんですが、こういうふうにね、キュッと、これがシングル。次はね、ダブルで昆布をね、大きくしたい場合とか、糸がね、細い場合に、ね、使っていくのを、どんどんね数をね増やしていくと、増やしていくと、これ今2回ひねったもの。きっとね、糸がね、ほどければほどいほどね、数増やしても大丈夫なんですけど、太いとね、今度、締め込まれづらくなって、ね、締め込みづらくなって、ほどける場合があるんでね、要注意なんですが、輪っかを作って、1、2、3回やればね、もう、昆布の大きさはね、かなり大きくなります。ね、で昆布の大きさはね、どんどん大きくなる。1回、2回、3回。こういうね、結び方があります。で、これをね、滑り止めにしてね、結んだり、この上にね、枝巣をつけたりね、いろいろできますけど、まあ代表的なのはね、このサルカにね、結ぶ方法なんですが、まずね、このサルカにね、通しましょう。通して。それで、ね、あとはね、先ほどと同じ下から回して、でこのね、今この輪っか、下から回して、この輪っかをギュッとひねります。ひねったら、今度ね、ひねった輪っかの上から下から回して、輪っかをひねって、ひねった上から、ね、先糸を入れてやります。で先糸を持って
こう縛ってね、で根元まで持っていくと、この先ほどね結んだものが、ね、ストッパーになって止まりますから、このままギューッと。で、コブのね大きさは先ほど言ったようにね、3回巻けば一番ね、多い2回1回っていうね感じになります。これがね、なんていうの、コブ結びを利用した8の字のことっていうんですかね、サルカン結びですね、これです。こういう感じ、コブの大きさはね、このラインの太さで変えていただければよろしいと思います。あとね、もう一つの方法もね、紹介しておこうかな。簡単な方法ね。あとね、行ってきましょう。ラインをね、通して。で、本線の下から回します。下からね、ぐるっと回して、今度この2本のラインの上に乗っけます。こういうふうに。そしたらこれをね、しっかり押さえていただいて、この2本のね、下から回して。で、ここにね、押さえといた輪っか、ここにね、上から、先糸を入れてやる。で、こういう8の字ができますから。中8の字。で、本線をキュッと引っ張ってやる。当然ね、椿とかつけていただいてね。で、余り糸はカット、こういう8の字。あとね、もう一個ねやり方があるんですがね、それもねちょっとご紹介しておきますね。あとね、ちょっともう一つの方法ね、ちょっとね複雑な感じになりますが、途中まで同じです。ラインを入れていただいて、本線下からくるっと回して、でこのね輪っかをですね、ここで下に真ん中というか、この輪っかの中に入れて押さえてやります。ここに押さえてやったら、このね、全体を、まあ、この輪っかをね、くるっと反転させて、反転させた輪っかの中に、先糸を入れる。こういうね、外八の字と言われている結び方もあります。で、キュッと。ちょっと分かりづらいですよね、これね。簡単にやるには、ラインを入れて、外から回して、ちょっとよれてると分かりづらいんで、下から入れて、で、できた輪っかになって、こう押さえてやる。ここをね、しっかり押さえてやる。こういう形ね。そしてこの輪っか。この輪っかをぎゅるっとひねってやる。ぎゅっとひねって、上から輪っかの中に先糸を。オービスノットとも言いますね。オービスノットはちょっと違ったかな、まあ、似たようなノットが非常に多いんであれなんですが、これはね、やっぱ外八の字と言われているものです。日本語で言うとね、地域とかね、場所によっていろいろね言い方も変わるんでね、自分もそのたんびにやってるんですが、こういう結びもあります。で、ちょっと片しますね。で、続きましてね、この結び方の他にね、今ね、こういう感じで作った結びやったんですが、このね、この結びが作りづらい場合は、こういう結び方もあります。ラインを、下からくるっと回して、こっちでしっかり持っていただいて、この糸をね、くるっと回して、向こう側に行ったら今度これで下から入れてやる。同じ結び方なんですが、結び
仕上がりは同じなんですが結び方が違う、ね、でダブルにする場合は一周ぐるっと回して入れる。これがダブルです。でトリプルエイトノットは輪っかを作って一周させて入れるんではなくてさらに半周させて、はい、を入れてやる。これで、ね、トリプルになります。ギュッと1、2、3っていう感じね。あとね、ライン同士を結ぶのにも使えます。今のね、結び方で、ちょっと形しましょう。糸同士を結ぶ方法ね。ラインをもう重ねていただいて、2本重ねていただいて、同じ方法です。輪っかにして。輪っかにして1、3、これトリプルエイトのことね。で、まあ、ほどけちゃいましたが輪っかに、これを輪っかにして1、2、3、で指を輪っかの中に入れてつまんで、で引きずり出す、ヒュッと。である程度形ができたらちょっとね湿らせていただいてキュッと結んでから一本一本ね締めていきましょう。キュッキュッ、これがねトリプルエイトノットでね結んだ結び方。当然ねダブルとかでもできますが多少ね弱くなります。太いラインの場合はね大丈夫ですけど、極太とかね締まりきんないんで他の結び方がよろしいと思いますけどね。今回はね8のピッチで結ぶ方、まっすぐこう出ますからね、こういう感じで。それとあとね枝巣をね作る時もねちょっとね違うんですが、まあ初めにループノットをご紹介しましょう。2つ折りにしたダブルラインをダブルラインを同じです。輪っかを作って、ね。で、ここに指を入れて、こういうふうに結んでもよろしいですし、ちょっと結んでもよろしいですね。輪っかできますから、父はね。で、これを切ってやって、でこのね、シングルでこう作るときの、ね、注意点、シングルでこう作りますね。で、ここの輪っかをね、先っちょの輪っか小さくしたい場合は、こっちの上の方の輪っかをなるべくね、押さえて、もしくはここのね、輪っかをちょっと押して、小さく、まあ、締まりきる前に押してやって、で、結び目を持って、ね、そうするとね、ある程度小さくなります。こういう感じでね。それかね、もう一つの方法としては、輪っかを作って、こっちの上の方の輪っかに、ね、用紙とかね、ちょっと刺していただいて、引っ張る感じ。ちょっと用紙がね、今見当たらないんで、プライヤーなんか。服だったんで、服でやらさせてもらう。まあ用紙としてこの上のねとこに引っ掛けて、で上の方にこき上げる感じ。キュッキュッキュッと。でねある程度輪っかが小さくなったらこれを抜いてやって、キュッと縛ると小さくなります。
こういう結び方で、これ自体がね、まあ竿につける時の結びね、竿先こういったね、リリアにつける時の結び方もこれで結構です。これにこの輪っかに本線を入れていただいて、で本線を引っ掛けてね、であとはね引っ張るだけ。ちょっとコブの量が多いですからあれなんですが、こういうふうに縛っていて結構です。こんな感じね、まあいろいろね使えるんで非常に便利ですよね。あとね、こうもう一個ね輪っかを作って、この糸と糸をもう一回ね結ぶ方法として、まあ、先ほど作ったやつ、このね A ラインに入れていただいたら、こういう形にしていただいてね、でこれで引っ張る感じ、ギューッとで、これがね、折り曲がった状態でこういう状態でね巻いてしまうとちょっと弱くなります。ですからね、こう両方ともね同じ形でこう伸びた状態で両方ともね均等に引っ張ってやる。そうするとね非常に強い、糸と糸のつなぎができます。こういう形で、ほどくのも楽ですよね。キュッとつぼめてやれば解けますから。こういう感じね。で、この8の字で作ったので、枝巣をつけたい場合は、ここのね、輪っかの片一方切ってやります。根元でね。そうするとね、結び目、これ今ちょっと短いですが、ちょっと長めにしておきましょう。それがね、アリスになるんで、ここのね、まあショートとかでもやったんですが、この部分の長さがアリスになります。結びのね。こう結んでいただいて、で片方切ってやればこういう形でハリス、これを直角に出したい場合、ハーフヒッチしてやれば直角に出ますから、この糸に対してね直角に。でまた同じ結びをねしていただければ、どんどん輪っかの大きさを、ね、大きくすればどんどん枝巣ができていきます。こういう結び方とかもねあります。あとは特殊な例として、ここの、まあ、地元の部分をねダブルにしたい場合、針に結んでねダブルにしたい場合とか、逆だ、まあ、針先が入ってきて、まあ、そのまま結んでもよろしいんですが、ここでね、まあ、本結び風に巻いて、で本線を軽く
このダブルの方にこうちょっとねこう寄ってやるとね、右と左の、ラインの長さ均等になりますから切れづらく、でこの部分に、まあ、長さの釣り物になりますが、こう鉢の釣り虫とか歯の鋭い魚とか丈夫な魚にダブルぐらい当たる面を広くして強くする方法もあります。使って鉢の釣り、まあ、こういう感じでいろいろな方法があるんでね、まあ、これもね今日は簡単にご説明させていただきましたが、まあ、仕掛けでねいろいろ使えますので、覚えておくと便利だと思います。以上、今回はね、まあ、簡単ではありますが初めて結び、ご紹介させていただきました。ではね皆さんね、またお会いいたしましょう。